テレビ静岡、株式会社テレビ静岡、テレビ静岡、静岡テラカスティング CO、LTD は、静岡県を放送対象地域とした、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。略称は、すと、静岡 UHF テレビ時代の略称、静岡 UHF テレビジョンに由来。富士テレビジョン、FNNFNS 系列。 キー局である富士テレビと産業経済新聞社、産経新聞社などを統括する富士メディアホールディングスのほか、静岡鉄道や中日新聞社とも関係が深い。富士テレビ系列の中部地方における機関局で、静岡県の民放オーテレビラジオ5社の中では唯一のネットワーク機関局である。コールサインは j o ック DTV、リモコンキー ID は アナログ放送は、静岡親局に、ジョック TV。浜松中継局には、j a t v が割り当てられていた。本社所在地は、静岡市駿河区栗原18番65号。2002年に導入した、テレシズという愛称。ただし、静岡県内向けであり、他県ではほとんど使用していないを使うことが増えており、デジタル放送における、ウォーターマークも、テレシズ表示されている。 2018年4月1日から、新聞のテレビ番組欄やテレビ情報誌などでも、テレシズと表示している。ただし、ニュース速報、地震速報、気象情報も含むは、現在でも、FNN テレビ静岡と表記しており、テレシズは表示されない。キャッチコピーは、はい。シーズテレシズ、2009年6月、同社代表取締役社長として、 元フジメディアホールディングス及びフジテレビ取締役で、静岡市清水区、旧清水市出身の小林ゆパカが就任した。小林は1980年代に、俺たちひょうきや、笑っていいとも、でディレクターを務め、ブッチャー、小林の愛称で知られる。1990年代半ばに所有していた、メディアシティ静岡の100人劇場に銀座七丁目劇場のメンバーが、 吉本天馬町劇場として出張出演して以来草、デカの平、畑弘氏はその当時からの生き残り出る自社制作のローカル番組では吉本クリエイティブエージェンシー吉本工業所属のタレントがレギュラー出演する番組が財政局で最も多い。一企業団体は当時の名称出展 リモコンキー ID82011 年7月24日終了時点 HV はハイビジョン制作番組アニメ番組はテレビ静岡アニメ番組一覧も参照枠としては2013年頃に終了している模様同枠で放送されていたリアル静岡トークバラエティぶっ込みがその枠から独立して数ヶ月に1回の不定期で放送中 人力車の芸人を起用したシニア番組で、キメラ、人力車系列との共同制作。他多数、現在当社で放送されている他系列番組は、編成の通り少なく、フジテレビの番組をキー局と同時ネットする例が多い。制作局の表記のない番組は、テレビ、東京制作。静岡県の民放の中では、アニメ番組を多く放送しており、 バラエティ番組に関しては2013年10月改編で3つになっている。は、静岡県民放送、静岡県民、テレビ、現、静岡朝日テレビ、開局までほか、あた多数、1978年、当社が開局10周年を記念して制定されたイメージソング、スポット ID でこの曲が流れ、1979年に、 レコード発売された、発売元は、RVC、B 面は、土曜音楽会一番星見つけたの、テーマソング、一番星見つけた。作詞は当時電通社員だった作家の伊住院生、竹あ歩美というペンネームを使っていた。作曲は、小森昭弘、歌は、藤本久子。静岡県の四軍名のほとんどが、歌詞に含まれている。一番は、静岡市より、東側、二番は、 西側の地名が入っている、スポット ID 放送の際、古妻子が飛ばされていたため、レコード化の際にシャウト風に入れた。ただし、ゴテンバーさんというキャラクターは存在していたものの、曲のマスコットキャラクターとしてではなく、このスポット ID でのみアニメーションで登場していた。2015年には、平成の大合併をフォローした、ニューバージョンが、てっぺん静岡、現、てっぺん、等で放送されている。 出演キャラクターがテレシーズファミリーになったほか、井上あずみゆゆははこが歌唱したものに変更されている。基本的に原作準拠であるが、ラスト部分は、お話ししましょうテレビ静岡、9号がテレシーズ、原稿ロゴの拡大と差し替えられている。なお、この曲は2009年2月4日に同曲が考案して、発売された、静岡 CD に収録されている。 静岡 CD では、レコード音源を使用しているため、テレビ静岡お話ししましょうが、これが静岡お話ししましょうに変更されている。コテンバーさんの流れを継いだシリーズで、前回と同じく作詞は、伊達歩み、作曲は、小森昭弘、歌は、藤本ふ子という夫人だった。こちらは、静岡県の歴史に関する事柄を歌詞に取り込んでいる。 スポット ID ではゴテンバーさんは引き続き登場している。作詞は、コーチンカ、作曲は、泉常ネ歌は、ビッグバン。作詞は、柴のりこ、作曲は、井上大輔。歌は、19ボックス。ピンクのレオタードを身にまとった、相良春子を、中心の地元の人々がダンスを展開する。CM ソングの作詞は、ショー。作曲は、服部清。 歌は、元フォーリーブスの長田栄二。静岡地区において、年間視聴率で2002年から2011年までは10年、連続で三冠王を獲得していた。2012年2013年は、全日大の1位を獲得した。2013年 G 体、P 体は、静岡朝日テレビが1位を獲得。2014年から2017年は、 静岡第一テレビが三冠を獲得している。本社は開局当時から現在地であるが、社屋は二度の増築を経ている。南幹線、静岡県道407号静岡草薙清水線、沿いに立つ、スタジオ、百坪は、1973年、昭和48年の最初の増築で生まれたもである。開局当初、敷地奥に現存する、ジム,ム内に小規模な、 簡易スタジオ、18坪のみであったが、自社制作番組の拡充と制作力強化の必要性、さらには音響面の問題などから、本格的な制作スタジオ新設要望が出され、それに応える形で現存するスタジオが新設された。次の増築は1984年、昭和59年12月、敷地奥の事務棟に隣接する場所に、新館が建設された。 主調制室、1985年2月より稼働や、ジムスペースの一部がここに移されたほか、それまでなかった、報道専用スタジオが新設された、報道スタジオの副調整室は、本館の旧フィルム現像所跡地に新設。報道スタジオと副調整室も1985年2月より、稼働。また屋上には、電波送受信用の新たな鉄塔が大型化され、 設置された、後にお天気カメラも設置された。2017年、本社敷地西側の元駐車場だった場所に新車屋が、竣工し、工事は2015年7月着工同年10月2日から、新社屋での業務を開始、主張性質は同年10月16日の放送開始より稼働した。新車屋の本格稼働後、従来の社屋は一部を除き解体し、 跡地は駐車場を及びイベント広場などとして使用する。新社屋については、産経新聞ウェブ版での同社社長、小林豊へのインタビュー記事、2014年10月10日付、によると、南海トラフ巨大地震が来ても、放送を途切れさせないことなども念頭に置けているという。1973年、昭和48年7月、浜松本社を設け、 建物内に浜松スタジオも併設した、ただし機材は常設ではなく、使用時には中継車の機材をスタジオに繋げる中継車ドライブ方式であ。ここからは当時放送していた自社制作のワイド番組、ワイドイン静岡が木曜日のみ放送されていた。しかし、浜松本社は組織再編などで後に廃止し、現在は場所を変え、浜松支社として、 営業活動や県西部の報道取材拠点となっている。なお、浜松本社のあった場所は現在、静岡 FM 放送、KMIX の本社、スタジオとなっている。アナログ放送は、浜松放送局に、静岡放送局と別のコールサイン、ジャー t v が付与されており、県西部向けに一部の CM を差し替えて放送していた。民放テレビエリア内での一部地域における、 CM 差し替えを行っているのは全国的に見てもテレビ静岡、静岡放送と札幌テレビ放送、STV の3局のみである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。